はようございます。今日は釣り情報さんの沖釣りカレッジ春山由里のアジ釣り教室です。皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。今日はね、アジ釣り教室の初級編ということで、皆さんに釣りの基本的な部分ですとか、あとアジ釣りのね、魅力をちょっと感じて帰っていただきたいなと思います。はい、今日一日よろしくお願いします。今日お世話になる池間船長です。今日よろしくお願いします。船長、これ手に持ってるのは何ですか？あ、広島で、昨日もね、広島にいたので、お土産にもみじまんじゅう買ってきました。皆さんにもプレゼントしました。では、参りましょう。頑張りましょう。はい、今回はですね、アジ釣りの基本的な部分を紹介していきたいと思います。まずはタックルですね。今回私はゲームロッドを持ってきました。もちろんゲームロッドだったりアジ専用座を使っていただいても大丈夫です。で、調子は7-3調子の、185cm の竿を今回は使います。で、リールはこういった小型の両軸リールを使っていきます。 P は1号ですね。まあ、大体そうですね、太くても2号以下がいいと思います。で、道糸の先には天秤とビシがあります。今回ビシは、40号ビシを使っていきます。そしてその先に仕掛けですね。仕掛けもですね、お店に行くと本当にいっぱい種類があると思います。針の大きさだったりとか、あと針数ですね、2本だったり3本のものがあります。釣りに慣れてない方は、2本針の方がですね、やっぱりトラブルも少なかったり、あと餌付けも少ないので使いやすいかなと思います。まあ、慣れてる方とかね、この3本針使っていただいても OK です。この辺はお好みで選んでいただくといいと思います。で、今回餌がですね、赤タン、これはイカを赤く染めたものになります。と、青い染めが用意してあります。赤タンの方が餌持ちがいいので、食いが立ってる時とかね、よく釣れてる時は赤タンで、赤タンを使っていただくと、まあ、効率よく釣ることができると思います。ただ食いが良くない時は、この青い染めの方が食いがいいので、まあ、ちょっと朝一はどっちがいいかなっていうのを試しながらやっていきたいと思います。で、まずはこのビシカゴにイワシのミンチを詰めていきます。しゃもじで少し作ってもらって入れていきます。この時あまりぎゅうぎゅうに詰めてしまうとおませが出ていきにくくなっちゃうので、まあ、少しこう余分な部分、余白があるぐらい、8分目ぐらいがいいと思います。で、詰めたらこう締めてもらって、では餌をつけていきます。上張りにはまず赤タンをつけたいと思います。赤タンはなるべく端の方につけると、海の中でね、針先が上を向きやすくなります。なのでちょっと端っこのあたりにつけます。で、下張りには磯目をつけてみようかな。まだ朝一どっちが食いがいいかわかんないっていう場合は、ちょっと両方つけて試してみます。ちょっとね、ぬめぬめしてやりにくいんですけど、頭の方から、頭ちょっと硬いんですけど、頑張って刺してもらうと餌持ち良くなるので、私は頭も切らずに使います。で、たらしの部分、少し、そうですね、1センチないぐらいですかね、出してもらって、こんなちょっとで大丈夫です。あんまり垂らしが長いと当たりがあってもかからないとかってなりやすいので、まあ本当にちょっとついてる感じでやっていきます。で、イメージとしてはこの中のコマセを振って巻いて、そこにこの仕掛けを同調させて、コマセに集まってきたアジがこうね、針にパクッと食いついてくれると釣れるっていう感じですね。じゃあ実際にやってみます。で、釣り座なんですけど、風上側、船は風に立てて
を船長が操船してくれるので、船首側が風上になります。この風上側に竿掛けを置いて、その隣に桶で仕掛けという風にセッティングをすると、まあ、トラブル少なく釣りができると思います。で、まずは仕掛けを船べりから外に出します。出してから竿を持って天秤を持って入れていきます。この時注意するのが、この仕掛けの真上からこうドボーンとリシを落としてしまうと仕掛けが絡んでしまいます。なので、なるべく仕掛けから離した場所にリシを入れていきます。で、まずは海底まで落としていきます。この時サミングしながら落とすと、まあ、バックラッシュとかトラブル少なくなると思います。で、海底まで落ちると糸がこうふわっとこんな感じでたるみます。そしたら糸の、手を止めてもらって、まずは糸をピンと張ります。張って糸ふけを取ります。そしたら、今ですね、船長の棚、指示棚が2メーター、海底から2メートルなので、糸ピンと張ってもらった状態でまずは1メートル巻き取ります。この1メートルっていうのは、今回使ってる P にはマーカーがついてます。1メートルごとにね、印がついているので、これを目印にして棚取りをしていきます。まずは印から印、1メーター上げて1回コマセを巻きます。で、もう1メーター上げてコマセを巻きます。で、巻いてこの状態で、まあ、大体15秒から20秒くらい待ちます。で、ちょっともぞもぞっていうなんか違和感とかツンツンみたいな当たりがあったら、軽くちょっとこうね、上げる感じで、起きましたね、上げてもらって合わせを入れていきます。あんまりね、大きく合わせるとアジ口が柔らかいのでバレちゃいます。なので、合わせはね、ちっちゃくて大丈夫です。で、軽く合わせたら追い食いを狙っていきます。追い食いっていうのは、アジ結構群れで泳いでるので、1匹かかったら追加で2匹3匹とついていくと効率よく釣果を伸ばすことができます。追い食いは、このかかったところからハンドル少しずつ4分の1回転ずつぐらい巻きながら、ふわふわっと竿を上下させて追加で1匹2匹とつけていきたい。そうかな。で、だいたい1メートルぐらい上げたらアジの、その泳いでる層から外れてしまうので、そしたらゆっくり巻いてきます。あんまりね、欲張って待ちすぎちゃったり、あと、まあ、仕掛けを落とし直しちゃったりすると絡んでしまったり、あとせっかくかかった1匹もバレてしまうので、まあ、あまり待ちすぎず1メートルぐらい上げたら、そのままゆっくり一定の速度で巻いてきます。で、ここも注意点ですね。巻きすぎないってことがコツになります。この天秤が水面に見えたら巻くのをストップして、竿を立てて、まずはビシをキャッチしてバケツに入れます。竿を置いて、ビシをカゴに入れたら、こう仕掛けを手繰ってきます。はい、こんな感じで追い食い成功しましたね。いいアジが早速2匹釣れました。やった。ぜひ皆さんもこんな感じでやってみてください。ライトアジ何回目ですか？ライトアジ何回目？ライトアジは4、5回目。アジ釣りの楽しさね。でも、なんかその釣れない時間でもいろいろこう誘いだったり変えてこう当たりを出してくるのが面白かったりとか、うん、で、やっぱり数釣りが醍醐味だから、こうね、当たりも結構多くて、そう、最後までね、飽きずにこう楽しめるのが楽しいよね。あ、います。あー、
晴らしい。船長1匹目のアジが釣れました。おめでとうございます。めっちゃ可愛いね。綺麗なアジです。早速、はい、やりました、釣れました、ね、徐々に釣れ始めました。あ、手返しね。手返し、そうですね。まずはやっぱりトラブルを少なくするっていうのが大事だと思うので、まあ、今綺麗ですけど、まあ、この自分の釣り竿を綺麗に整えておく。もう無駄なもの、いらないものはもうバッカにしまってもらって、いるものだけ出して整えておくっていうのと、あ、そうですね、やっぱ仕掛けの絡みもやっぱりなるべく減らしたいので、まあ、今一番こっちですよね、船尾側の釣り座なので、もう仕掛けとか全然外に出してもらっちゃってていいと思います。わかりました。うん、1匹かかった、はい、結構レベルのしっかりした質問でしたね。ね、急に上の針から外した方がいいと思います。はい、上から外してもらって、そうですね、アジ釣りのアドバイス、はい、うん、もうちょっと棚取りを丁寧にやってみますか。今ここでやってる？うん、ここね、結構誤差が出ちゃう時があるから、一番正確なのはやっぱりラインのマーカーを見てやってもらうのが、でカウンター付きのリールでもなるべくこっちの道糸のマーカーを見た方がより正確だと思います。あー、ほら当たった。合わせないと、ちょっとこう、うん、ちょっとだけ持ち上げる。そうそうそう、までね、ちゃんと上げてなかった。あ、そう、合わせてなかった。そう、聞いてなかったんだ。ちょっとね、軽くでいいから、ちょっとこう合わせた方がバレにくいと思うよ。あ、あ、え、あ、びっくりした。危ない危ない。ね、落ちた落ちた。釣れた。そうなんです。このここを押さえてもらって、ちょっと軽くブレーキかける感じで落としていくんですけど、あんまりこうバーッと落ちちゃうとやっぱり絡まっちゃいますよね。そういう時にね、ここがホールブレーキダイヤルって言って、ここで落ちるスピードを変えられるんですね。でちょっと締めた方がいいかな、そしたら。はい、ここですね。ここが緩いとバーッて、はい、絡まっちゃうので、ちょっとトラブル多いときはちょっと締め気味の方がいいかもしれないですね。まあ、今回針10号なんですけど、まあ、アジ釣りだとだいたい針9とか10とか、大きいアジ多いときは11号とかも使ったりしますね。で、まあ、針数がだいたい2号以下、1.7 号、1.5 とかまで使います。で、これが2本針なので、まあ、アジ釣りだったら2本か3本を使いますね。でも初めての方とかだったら2本針の方が扱いやすくて、トラブル少ないと思います。2本でも全然釣れますね。いいと思います。アジはやっぱ口切りしやすいんで、なるべく上顎にかけたいんですけど、どういう風にすればかかりますかね。うん、上顎にかける方難しいですね。そうですね、そう、合わせは絶対入れた方が上顎にかかりやすいと思います。ライン引き重宝とか流行ってるじゃないですか。ライン引き重宝、うん、こうね、細かくしゃくって棚まで来たらゆっくり引き上げる。で、この時に当たりが出たらもうすぐ振って上げかけていく。こういう釣りをすると比較的上顎にかかりやすくなるんですけど、まあ、でもこの基本的な釣り方でも当たったらちょっと軽くキュッと、ちょっとでいいんですけど、合わせた方が上顎にはかかりやすいと思います。その方がね、バレにくいですね。そうですね、加点掛けも狙いやすいですよね。誘いね、じゃあ誘いを1個やってみましょうか。これ今2メーター上げてる状態。1メーター。じゃあもう1回棚から取ってみようか。1メーター上げて、今2メーターのとこまで巻きました。ただそこからゆっくりこう
突き上げてきます。ゆっくりゆっくり。これで今2メートルから1メートルとか2メートルぐらい上がって、まあ、ちょっと上の層を探れる感じ、はい、でまたゆっくり落として、結構ね、この誘い上げてる時に当たりが出ることも多い。で、当たりが来たらちょっとキュッて持ち上げて合わせる感じで、あとは、これはね、私のアジ釣りの師匠に教わったんだけどねこうやってね、来るじゃん。これがね、アジが嫌がる時があるんだって。だから食いがいい時はこう、あ、今かかったんだけど、こう早く巻くだけでもコマセが出るから、振らずにこう巻くだけでも、そう、いい時もある。こうシュシュシュって巻いてるだけでコマセがパラパラ出て、その方がいい時もあるから、ちょっとやってみるといいかも。今ついた。はい、そう、あんまり巻かない方がいい時もあるらしい。ごめん、巻きすぎた。じゃあこれ私が釣ったアジだけど、特別にあげるね。食べてね。釣りかけのコツを教えてください。はい、じゃあまず1匹かかったらところからしましょうか。かかったら1匹目をかけるのが前に、うん、じゃあここで今1匹かかったとしましょうか。ここでかかったとしたら、リールを4分の1回転ぐらいずつ巻きながら、こうふわふわって1メートルぐらい、うん、かかった状態で優しく、あんまりブンブンやると外れちゃうから、本当にゆっくりで、魚も暴れるから、それでちょっとコマセも 出るから、そんなにしゃくなくてもコマセは出るから、優しくふわふわって1メートルぐらい探って、当たりがなくてもあってもそこからもう巻いてきます。あんまり待ち続けるとその1匹目も外れちゃうし、もう一回ね、落としたりするとまた絡んじゃったりするから、まあかかればラッキーぐらいの感じで。そうですよね、やっぱりそういうのってイベントの醍醐味でもあってね、ワイワイ釣りするの楽しいですからね。はい、付き合いも悪くない。まあ、でもこういうイベントでね、また知り合った方とまたね、別の釣りに行くとかもね、楽しいですよね。はい、ぜひ皆さん友達作っていただいてね、また釣りに行けるといいですね。はい、はい、バリバリ釣っちゃってください。はい、ありがとうございます。コヌさん、質問ありますか。え、あ、私に質問ありましたっけ。はい、コヌさんからいただいた質問は、道具の手入れの仕方を知って。あ、手入れ意外ですね。意外ですね。手入れっていうのはその日々のですか、釣りの終わった後。終わった後、うん、そうですね。まずリールは、海水が乾ききる前に真水で洗った方がいいって言われるので、できれば港に戻ったら水道とかあればね、そこでじゃーって一洗いするといいと思います。できればね、できれば港で夜洗いじゃないですけど、軽く流せるのが理想ですね。まあ、ない場合もあるので、でやっぱり細かい汚れもあるので、帰ってもう一回じゃあとシャワーで、でお湯は NG ね、リールは。お湯で洗う人もいるけど、私は怖いから、冷たいお水でシャワーで洗ってます。で竿はお風呂に一緒に入って持ってて、その日じゃあってシャワー、それはあったかいお湯ねかけて洗ってます。でもし汚れがひどい時、コマセとかついてたら、まあ、軽く中性洗剤でスポンジでちょっとこすったりするかな。あ、
皆さん聞こえてますか？今からね、早掛け大会やりたいと思うので一回ビシを上げてください。全員準備が揃ったらやっていきたいと思います。まずは早く一番に釣れた方お一人に景品があるそうなので、皆さん頑張ってください。上がりました？じゃあ行きますよ。早掛け大会スタート。はい、アジを取り込んだ段階で教えてください。バレたらダメですよ。ちゃんと取り込んで、あ、かかってるかかってる、もうかかってる方がいますよ。バレたバレた。お、どうかな。あ、釣れました。はい、早掛け終わりです一瞬で決まっちゃいましたね。おめでとうございます。後ほどこの景品をお渡しします。そしてですね、このまま継続でチーム戦やりたいと思います。あ、じゃあね、もう一回仕切り直してやるので、ちょっとしばらく釣りしててください。チーム戦のルールは3人あのチームの皆さんが釣れたらそのチームの優勝です。私は A チームに入りますいいですか、いきますよ。チーム戦スタート。私も入ります、釣りします。どうですかね。でも今結構皆さん釣れてるんで、どうだろう。はい、 A チーム2人上がった。え、あ、来た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 2人上がった。来た待って、今リーチ。でも急ぐとバレちゃうからね。何人まとまったら教えて。まだない。はい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 、あ、ちょっと待ってイエーイ、はい、A チーム3人まとめました。優勝です。はい、デリルさんのコメントどうぞ。はい、やりました。 A チーム優勝です。皆さん素晴らしいです。ありがとうございます。カメラを構えてみんな何が始まる。はい、今からさばき方教室をしていきたいと思います。結構事前のアンケートでもさばき方知りたいという方が多かったので、ここでね、さっき釣ったアジをさばいていきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。まずはじゃあどうしようかな、お刺身にするさばき方をやっていきますかね。はい、まずはですね、鱗を取っていきます。で、まあ、こういう鱗取りあってもいいんですけど、まあ、私はアジぐらいだったら包丁でやっちゃいますかね。こうヒレを起こしてもらってさばいて、あの鱗取っていきます。頭と内臓を取っていきます。はい、このヒレの後ろに包丁入れてもらってズバッと切っていきます。で、ここにお腹、あのお尻のところがあるので、そこまで包丁を入れてもらって、から内臓を出していきます。で、最初慣れないとちょっと難しく感じるんですけど、まあ、アジとか覚えてもらえばある程度魚の構造一緒なので、他の魚の三枚おろしもできるようになると思います。で、内臓、残った内臓と血合いをきれいにしていきます。歯ブラシとかがあるとやりやすいですね、この血合い取るの。まあ今ちょっと指でやっちゃいます。例えば皮を残して、食べる食べ方、塩焼きにするとか、アジフライにするときはこの時にこのゼイゴを取ります。ただお刺身の時は皮を全部引いてしまうので、その時一緒にゼイゴも取れちゃうので、まあ、このままあのおろして3枚におろしていきます。ゼイゴはこのなんかね、硬い鱗みたいな、こ
ここがゼイゴって言います。触ると結構痛いですよね。この尻尾側から包丁を入れてギコギコ表面だけ削っていく感じです。はい、これでゼイゴが取れます。まあ、皮食べるときはこのゼイゴね硬いので取っていきます。お刺身とか皮引くときはこれはやんなくていいです。はい、ゼイゴ取れました。はい、そしたら3枚におろしていきます。三枚おろしの合言葉があります。腹せせ腹です。はい、腹せせ腹腹、はい、皆さんバッチリです。そうなんです。まずお腹包丁入れて、次に背中入れて、裏返して背中、お腹っていう順番に包丁を入れていきます。じゃあやってみますね。まずお腹側からヒュッと入れて、で半回転させて背中側から入れていきます。はい、で両側から取ったら次は尻尾の方に入れて、身を開いていきます。これで2枚おろしの状態で、今度腹、背、背、腹なので次また背ですね。反対側の背中から包丁を入れて、で次腹で、尻尾の方から身を離していきます。よいしょ。はい、こんな感じで今1、2、3枚におろせました。皮を引く前にですね、この腹骨を取っていきます。腹骨、ここの骨のことですね。これをすいていきます。こういう感じでね、はい、こんな感じですかね。はい、で、まだここに血合骨がここにまだ残ってますね。血合骨触ると分かると思います。これ骨抜きで抜いてもらってもいいですし、あとは型がいいやつだとこうお刺身にするとちょっと身も大きいので、切り取るっていう方法を私はよくやります。切り取るのはこの血合骨の際に包丁を入れてですね、でもう一回このこっち側の際にも入れる。まあ、ちょっともったいないんですけどね。はい、ここに血合い骨が入ってる感じです。じゃあ皮を引いていきます。アジの皮を簡単にね指で剥がれます。こう先っちょをちょっと剥がしてもらってピリピリと、はい、こんな感じで簡単に皮が剥がれます。でこれを切り分けていくとお刺身になります。お願いします。はい、じゃあさっき中骨切り取ったんですけど、今回はねちょっと違うやり方でやります。今回はこういう風に包丁を入れていきます。ちょっとやってみますね。浅く、後ろまでいかないぐらい浅く包丁入れて、反対からも V の字に包丁入れます。そうするとピリピリピリとこんな感じで取れます。これのいいところは、まあ大きく切れるお刺身がっていうところですね。はい、でまた同じように皮を引いていきます。あ、ちょっとあれですけど若干失敗してますがまあこんな感じですね。で、はい、お刺身に切り分けていきましょう。まあ食べやすい大きさに切っていきます。で、お刺身に飽きたら私はね、塩ユッケにするのが好きで、塩ユッケはあのごま油に塩と、生姜とニンニクを入れて、まあ、和えるっていうシンプルなんですけど、で、そこにまあネギ散らして、あと卵黄をね、乗せてっていうのがね、お酒に合います。ぜひお刺身ちょっと食べ飽きたらやってみてください。うん、お好みで。めちゃくちゃ。はい、じゃあ行きます。すごいプリプリしてて。わあ。身が美味しいです。よかったです。釣りたて。うん、新鮮。新鮮。うん、釣りたてですからね。やってあげます。はい。
美味しいです。あ、やっぱり皮のところすごく脂があって、うんね、脂乗ってますね。硬さもあるので、はい、美味しいです。はい、ごちそうさまです。です、はい、やったー。皆さんお疲れ様でした。今日はね、すごい当たりが多くて皆さんいっぱい釣れたんじゃないでしょうか。このアジ釣りってね、カジ釣りできるっていうのが醍醐味でもあるので、皆さんアジ釣りの楽しさを少しは感じていただけたでしょうか。皆さん今日ね、クーラーいっぱいだと思うので、帰ってからもね、美味しく召し上がっていただきたいなと思います。ちょっとね、先生、頼りない先生、ちょっとね、説明もいろいろ拙い部分はあったかと思うんですけど、ね、皆さんとバイバイ釣りができて、私もすごく楽しかったです。また何かね、お気づりかれてでも何かまたできたらなと思うので、その際はぜひぜひよろしくお願いします。今日は帰るまでが釣り教室ですので、安全運転で帰ってください。今日はありがとうございました。